黙ってたんですけど、あと電源も変えちゃって、はい、じゃあ4番目の、今回使ってるギターはギブソンの B25 っていうタイプの、まあ、珍しいサンバーストなんですけどね、これねセカンドストリートで買ったっていうとみんなびっくりするんですけど、本当に縁があってセカンドストリートの楽器なんですけど手に入れました。1969年製で、なんとここの指板と、まあ、ここ改造してますけど、このブリッジのところがハカランダが使われているという貴重なやつで、でここのブリッジもまあ変えちゃってるんで、ある意味ではちょっとね、ギブソンらしからぬ音をしている部分もあると思うんで、最近のニコギで対応をしています。まあ、小ぶりなんですけど、意外と鳴りも良くて、まあ、僕指短いんですけど、非常にこの幅も狭いんで、弾きやすいギターで。このギターは、まあ、マーチンの D41 というタイプですね。90年だから91年の、D41 です。で、まあ、詳しいことはね、僕はあんま分かんないタイプで、いつも聞き比べてよかったら買うという感じなので、これも随分いろんなマーチに聞き比べてやっぱこれが良くて、で他よりもちょっと低音がかなり強く出るのかなと思ってますけど、それもまあ一つの個性として、低音出る楽器は僕も好きなんで、まあこれを選んだんだと思うんですけど、今ちょっとエンドピンをこう変えてますけど、まあこれでちょっとまあなんていうか立ち上がりをこう強く、あとブライトさを増すような工夫はしてますけど、まあそのぐらいですかね、僕がいじってるのは。まあ長く使っております。はい、後半の今のサビとか一体感めちゃくちゃ出てる、あこれ一発撮りって感じでした。最初の方は難しいと思うよ、これ。いや、最初めっちゃピアノも大変ですね。大変だと思う。え、僕合わせたなって。だから、もし重ねるといけるかも。いや、ちょっとね、そうそう、体力的なもの。